コロナ禍が世界的に落ち着きつつある。やっぱり、というか、アメリカ大統領選が何かの第三次世界大戦だった、というそんな感覚はする。そのストレス、略奪の、肯定、そして対立の中で始まった仮想現実の戦争は、現実にはコロナ禍となった、のかも。良くも悪くも、そのままそれは現実の戦争にならずに、今は一つの結末、それへ至った。数千年来の執着、それは、それでも何かの帰結を見たのだろうか。太陽信仰、と、それから否定された、金本位制。ユダヤ教、その狭間にあった神と悪魔の対立、という図？それは、混沌とした仮想現実の戦場にて、両者とも、もう消えた、そんな感じかもしれない。古い世界は少し、まだその影響を残すが、今のシニア世代が存在する間、だろうか。その後は、様々な意味で、勝者が選ぶ。